おはようございます。2010年9月3日金曜日6時5分になりました。ということで、もう金曜日週末ですね。にしても暑いというか、もうなんかもうねえ、どうなってるんでしょうね。本当にもう9月に入ったというのこの暑さっていう感じですけれども、さて今日もニュース見ていきたいと思います。さて、最初のニュースはですね、今回はもう音楽関係というか、もうこれしかないかなっていうところもあって、それ関連って何言うてん。まずはですね、ソニーテレビ向けなどのテレビなど向けのオンライン音楽配信サービスを開始。テレビなど向けってなんかよくわかんないですけども、もう書き方ね、最近困ってるみたいですね。新聞屋さんももうタイトルどうまとめていいのか。ソニーはですね、音楽携帯ですね、携帯音楽プレイヤー、そういったもののいろんなものを出してきて、実はその iPhone じゃない、 iPad なん iPad じゃない iPod、Apple なんかをですね、追い抜いてきてるというような状況なんで、じわじわじわっとこうね、ソニーなんか広がってきて、ソニーも新たなそのサービスということで、今度そのコンテンツ配信サービスをそのテレビとかですね、あと携帯なんかのモバイルに向けてもそういったことをやって、オンデマンドでこう見れるように、見聞きできるような形にしようということでやり始めるみたいなんですけれども、もうね、なんかこの辺りもどんどんこう変化してきてて、ソニーも本当にその頑張ってるような感じなんですよね。で、頑張ってるような感じなんですけれども、当然ながら昨日ありましたね、そのアップルの方の発表があって、今度はそちらのニュースですけれども、ここですね、アップルが iPad シリーズを一新ということで、厚さ 7.2 ミリの iPad タッチも登場ということで、出てきました。で、まあ、ジョブズさん、そのいろんなことをね、どん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 こうやってくるので何かと話題の方ですが、これね、その今回出してきた iPod、どうなんでしょうね。このなんか私にはもう一つね、よくわからないというか、ジョブズさんが何を考えてんのかというか、その利用シーンをどう考えてるのか、マーケットをどう考えてるのかというのは、ちょっとなんかね、よくわからないんです。やたらタッチパッドにこだわりすぎたんじゃないかなっていう気がしてます。で、このね、iPad タッチというのは iPhone と何が違うのっていうね、単にその通信というか、電話機能ですね、を取っ払っただけじゃないの。で、しかもこれ無線 LAN を経由してテレビ電話ができるようになってると、ん?っていうね、その要は、iPhone からソフトバンクを抜いたら iPod Touch みたいなのは、っていう感じなんですね。これになると、果たしてソフトバンクにとってはこれはちょっと不利な話になるんじゃないかなと。要は iPhone 使いたくて、ソフバンに乗り換える人っていうのがいてたんでしょうけど、ただそれは今度これは関係なくなって、その無線 LAN に接続するタイプなので、携帯電話っていうのが関係ないわけですね。要は電話キャリアとは全く関係なくて、単なる無線 LAN 機器の一つなんですね、これは。そこら辺がこう位置づけが一体これ iPhone じゃないのっていうね。なんでわざわざ iPod Touch って言ったのっていうのがよくわからない。そうすると iPad のね、無線 LAN だけのやつと電話機能ついたやつと、あっちはああいうラインナップになってて、なんかよくわからんなと。で、それからこれ、私はもっとよくわからないのが、iPad Nano のこの
新型ですね、これのタッチスクリーンにこうなってるっていうことなんですけど、これこのちっちゃいね、ちっちゃい画面の中でタッチパネルになってるっていうのは嬉しいんですかっていうのが私にはよくわかりません。ちょっと昨日ブログにも書いたんですけど、利用シーンがさっぱりね思いつかないんですよ。結局こんなちっちゃいタッチパネルをこう操作するっていうことは、例えば外でこう歩きながら聞いてたりとかジョギングしながら聞いてたりする人にとっては一旦立ち止まってですね、手に持ってこう見ないとですね、走りながら操作するとか多分ねできないと思うんですよ、このちっちゃすぎて。で画面を見ないとですねボタンの操作ができないので、そうするとその間やっぱり立ち止まらざるを得ないんじゃないかなと。ボタンのね形とかそういうのが分かれば指先でこう触っててもこうねいろいろ操作ってできるんですけども、見ないとできないっていうのが果たしてこれは、利用シーンとしては正しいのかなと。でそれからこれクリップでこう胸元につけたりするんですけども、その時に表示される写真、ジャケ写ですね、ジャケットの写真とかは誰に見せてるのっていうのがよく分からない。なんか分かったような分からないようなツールだなという気がしてます。ということでもう6時11分12分になろうとしてますが、まあそんな iPad の謎を秘めつつよく分かりませんが、今日も元気に週末金曜日、頑張っていってください。特に暑いので本当にもうね、体力と気をつけて、体調と気をつけて元気にやっていきましょう。ではまた。